元気生放送遊戯王におまかせ。今回はですね、告知になるんですけれども、今年もやってまいりましたジャンプフェスタ、2021って言ってるんですけれども、2020年の12月19日、そして20日2日間の開催になっております。それにですね、なんとミスター社長を今年も出演することが決定いたしました。ありがとう。もうね、本当にみんなのおかげで、なんとかね、今年も、いろんなコロナとかありましたけれども、オンラインで、なんかね開催してくれるみたいでね、ジャンプフェスタ。もうねリンクスではおなじみツンツンさんとかともね一緒にエキシビジョンマッチしたりとか、ぜひぜひ、遊びに来てほしいんですけども、私は19、20日両方ともですね、あるんですけど、メインはですね19日の方に、いろいろ内容の濃い日程は19日の方に私いっぱい出てます。20日もですね出るんですけど、朝コナミさんのチャンネル紹介の方に出るんですけど、19日がですねもう本当に盛りだくさんになってまして、朝9時半にコナミさんのチャンネル紹介から始まり、ちょっと空いてですね11時半からですね、なりきりモンスター召喚動画コンテストっていう、去年も、やりました。やっぱり遊戯王といえばこのモンスターの召喚工場、かっこいいね。いろいろ考えたりとかするんですけれども、もうね本当に去年はねもうすごい、もうとんでもにゃーって言っちゃいますけど、とんでもにゃーね、もうレベルの高い、演技力と、迫力のですね召喚工場をやっていただきました。今年もですねどんな召喚工場をやっていただけるのか、これ一般の方ね、そうだよね、皆さんからご応募いただいた召喚動画をご紹介って書いてあるので、またね今年もすごい人たちが、応募してきてるはずです。それから、まあその召喚動画コンテストに一緒に参加する方がですね、遊戯王ブレインズとかでも、声優さんとしてやってました、鎌倉優奈さんとね、あと殿崎さんね、もうめちゃくちゃイケメンの声優さん、もうねこの優奈さんもねすっごい可愛いらしい、可愛いって、まあ、直接ねお会いしたことないんでね、そんな言い方したらあれですけど、もうすごいお綺麗な方ですね。もう美男美女の、声優さんと一緒に、紹介動画コンテスト、やりますんで、ぜひ見に来てください。でその後続けてラッシュデュエルをね、今やってます遊戯王セブンスの新しい遊戯王の形としてやってますラッシュデュエルをですね、もう石橋くんとやるんですよ。もう YouTube でもすっごい綺麗な声でね、歌ったりしてるアーティストとしての一面も、持ってる、これ優雅の声やってますね。もうね石橋くんとねまさかデュエルできると思ってなかったんで、私ももう今からもうイメトレしてますよ。もうどういうなりきりでいこうかなというか、どういう立ち回りしようかなと、もう徹底的にねもうヒールでもう煽りまくってね、本当に石橋くんはねもうやっぱヒーローですから、みんなのもうその関係なく、でも私はもう倒しに行きますが超本気で、もうそれはもう石橋くんにももう事前にもう本当にガチで行くからねって伝えておこうと、思いますけれども、そんなガチのですねラッシュデュエル、私人前ででもラッシュデュエルするのは初めてかな。家にもねストラクチャーデッキとかあるんで、やり方はね分かるんですけど、なかなかね対人でやる機会なかったんで、もう今回すごい楽しみなんですよ、そのラッシュデュエルできるっていうのが。それがね、また一つこれ13時からで、最後に、4時から、いよいよこのツンツンさんと、もう世界チャンピオン、もう何回もね1位通過してる、もうおなじみ、まあデュエルリンクス のイベントとかもう動画のコンテンツではもうおなじみですよね。久々にツンツンさんと、再びデュエルしますよと。前回ですねコナミさんの公式チャンネルでツンツンさんと戦ったことあるんですよ。その時はですね私はもう奇跡的に3本マッチで2回私が勝っちゃったんですよ。3戦目までもつれ込んで熱いデュエルを展開したんですけど、さあ今回はもうさらに最強になってるツンツンさんとですね再び戦えるということで、私も超ガチで、行きますね。ちょっとねここ最近くれたお詫びになってしまうんですけれども、遊戯王の、リンクスの動画はちょっと上げられてません。というのも、
最近ですね、歌ってみたの動画とかは上げてるじゃないかって思う方いるんですけれども、ちょっとねこの制作チームが別になってまして、ちょっとねこの遊戯王の方でやってた、動画制作チームの方がちょっと別の、方ちょっと変わりまして、それちょっとあの引き続きだとかいろいろちょっともろもろで、あの動画の更新がですねいろいろ遅くなってしまってたんですけれども、近々、コラボ動画だったりとか、また月曜日か水曜日かにその動画も、引き続き上げていこうかなと、思っていますのでね、ぜひぜひそちらの方も、楽しみに、していただければと思います。まずは19日、20日と2日間開催されるジャンプフェスタ2021、こちらの方で、リンクス勢も、それからカードゲーム OCG 勢ものみんなもですね、ぜひ遊びに来てください。もちろん、遊戯王やったことないから分かんないよっていう方もですね、ジャンプフェスタ自体はですねもういろんなイベント、やってますし、グッズも売ってますし、ね、遊戯王ちょっと始めてみようかななんて思ってもらえるきっかけになってくれたらですね、私はとても嬉しいです。あの初心者の方でも、分かりやすいようにですね、説明しているコーナーもありますし、それこそこのラッシュデュエルなんていうのはねめちゃくちゃルール簡単なんです。もうね OCG の普段のねこっちの、カードゲームやってるのがねもう難しいよっていう方もですね、絶対このラッシュデュエルはもうめちゃくちゃ簡単なんで、もう本当に小学校のお子さんとかもねできると思いますので、ぜひねちょっと遊びに来て、ちょっとね本当に足運んでみてください。めちゃくちゃ面白いと思います。今回遊戯を知らなくても楽しめるコンテンツが盛りだくさんになってますんで、ぜひ、遊びに来てください。ちなみにこれねこれめちゃくちゃプロモーションっぽいけど何のプロモーションもないです。自発的にこれやってるだけなんでね、もうねマジで楽しいのよ遊戯王、本当にやってみんな、本当に楽しいから、本当に楽しいのよ遊戯王って。最近ねツイッターでね佐野日奈子さんがまたリンクス始めたんですよ。そうつぶやいててねすごいいいねとかもついてたんですけど、佐野日奈子さんも始めてるんですよ。もう皆さん始めましょう、これをきっかけにね、ぜひ楽しみに、しててください。それではまた、お会いしましょう、最後の挨拶これの挨拶で、お別れしましょう。せーの、遊戯王にお任せ、楽しみに待っててね、遊びに来てね。